皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。この動画は理科の観察や実験でどんな問題がテストに出やすいかということを予想し、じゃあどういうふうに答えたらいいかというのを説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、唾液の働きと消化酵素についてお話しします。ABCD4 本の試験管を用意し、 A と B にはでんぷん溶液と唾液を、 C と D にはでんぷん溶液と水を入れて10分間約40度 C のお湯の中に入れた。これなぜ40度 C のお湯の中に入れたかというと、消化というのは人間の体の中で行われますよね。ですから人間の体温に近い温度でこの実験を、するために40度 C のお湯の中に入れたということです。お湯の中に入っている試験管が ABCD4 本あって、 AB はでんぷん溶液と唾液、 CD はでんぷん溶液と水が入っています。問題の方考えましょう。1番、 A と C に溶素溶液を入れた。この時反応するのはどちらか、また反応した時の色は何色かと、こういう質問です。溶素溶液というのはでんぷんがあるかどうかを調べる薬品ですよね。でんぷんがあるのはどちらかというのをここでは調べているんですね。ここで溶素溶液に反応したのはこれ C の方の試験管です。 C はでんぷん溶液と水が入っているものです。 A の方は溶素溶液には反応しませんでした。つまりでんぷんが他のものに変わっちゃっていたということがここでわかるわけですね。で、反応した C の方の試験管、何色になるかというと青紫色になります。青紫色では。2番です。 B と D にベネディクト溶液を入れ加熱した。とこの時反応したのはどちらか、反応した時の色は何色かと、こういう質問です。ベネディクト溶液、これは糖があるかどうかを調べる薬品でしたね。でもただベネディクト溶液入れただけだとダメでした。加熱という処理が必要なんですね。ベネディクト溶液を反応させるためには加熱しなければいけない。このこともテストに出やすい内容なので、ここでベネディクト溶液を使って調べるときには加熱するということも覚えておきましょう。さて、ベネディクト溶液に反応したのはどちらかというと、これは B です。つまり B の中には糖があったということです。もともとでんぷんだったのが、これ唾液と一緒にしておいたら糖になっちゃったということなんですよね。で、 D の方は C と同じようにでんぷん溶液と水、これが入っていたのででんぷんがそのまま残っているということです。反応した時の色、この B の試験管の中は赤褐色という色になります。赤褐色。3番、この結果から唾液にどのような働きがあることが分かるかと。これでんぷんが糖に変わると、つまりでんぷんを糖に変える働きがあると。この結果から分かることは、でんぷんを糖に変える働きが唾液にはある。このことが分かります。4番、唾液に含まれる消化酵素は何か。これはもう名前を覚えるかありませんよね。この消化酵素の名前はアミラーゼです。ね、アミラーゼという消化酵素が唾液には含まれています。5番、この実験で水を入れたCD の試験管を用意したのはなぜかと。これはですね、この実験の結果が唾液の働きであるかどうかを調べるため、この実験の結果が唾液の働きであるかどうかを調べるため、このために CD の試験管を用意しました。6番です。他の消化液は、どうせだったらここでは他の消化液も覚えておきましょう。まず胃液です。胃液、ここではタンパク質を消化します。ペプシンという消化酵素が
胃液の中にもあって、そしてタンパク質を分解すると。胃液はペプチンという消化酵素を持っていて、タンパク質を分解する、こう覚えておきましょう。次は膵液です。膵液もやはりタンパク質を分解する消化酵素、これを持っています。トリプシンという消化酵素です。さらに脂肪を分解する消化酵素、これも持っています。これはリパーゼという消化酵素、これが脂肪を分解します。そして唾液と同じようにアミラーゼという消化酵素も含まれています。そして消化液ではないんですけれど、消化酵素持っていないんですけれど、胆汁、これも覚えておいてください。胆汁は肝臓で作られてね、送られるんですけれど、これは脂肪を分解しやすくする働きがある、ね、胆汁作られるところは肝臓、そして脂肪を分解しやすくする働きがあると、このことも併せて覚えておきましょう。今回は唾液の働きと消化酵素についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。